ありがとうございます。おりちゃんに遭遇したんで久しぶりや、まあ、おりちゃん飲みながらやろうやということで母の日お疲れ様でした。母の日結構ねみんなどうやったんやろって思ってる部分って結構あると思うんよ、うん、そうだからそのあたりをおりちゃんの見解として、うん、なんかみんなにおりちゃんのところはどうだったよみたいなのが聞けたらみんなおーってなるんじゃないかなって思うけど、そんな興味あるかな。あると思う。いや今年、うん、人によっては、うん、いやちょっと売り上げ落ちたよっていう人と、うん、いやあんま変わらんかったよっていう人と、中にはいや売り上げ上がったよっていう人がちょっとやっぱいたから、大体みんながいい時っていうのは相場が高くて晴れでもうみんなが母の日良かったよってみんなが口揃えて言うやん。でも今年に限ってはみんなこれねバラバラ。これ本当にバラバラよね。相場が物語ってるって感じかな。そうこれね相場は本当に物語ったね。うん、なんか倍以上聞いてるんちゃうかな、うん、先取りっていうか注文、うん、売り値、うん、言うたら、うん、だいぶ差があった、ね、あったよね。同じ商品でこんなに差が出るかみたいな、出た、ほんまに出た、うん、だけど、おりちゃんところ自身で言ったらどんな感じだったの、うん、売上的には去年と一緒。去年と一緒でもそれって、うん、雨降っても売り上げが変わらんっていうのは正直うん、あの浅場さんところと同じっていう感じよね。イメージ的にはね、うん、でもそれって本当すごいなって俺思うよ。雨に左右されへんってその信用、うん、やっぱり長年やってきたお花屋さんのこの強さっていうのかな、うんうん、もう絶対ここでこの日に買うって決めてる、そのあたりはね強いなと思うよね。長いからね花屋が約22年かな。お店自体で言ったらお父さんの時とはまた振り方がちょっと違う。ああ、うん、うん、それでももう年数でいったら相当な年数をその同じ場所でやってるもんね、うん、まあ、ずっと一緒かな。うん、多分見てないけど、うん、いやでもすごいよマジで。うまーす。そうだから母の日にまあうちの情報ってそんなにまだ出してないんよね。だから、うん、その YouTube を見てる人、まあ、そうなんよ実は。いや、なんか、そうそうそう。で、俺もあのライブでやろうとか思っとったら、うん、ライブが全然できてなくて、うん、そう、結果的にあいつんとこどうなんやろってみんなが思ってると思うよ。で、ここで発表します。うちは売り上げは落ちました。まあ、前年対比で言ったら多分1割2割ぐらいは落ちてるんじゃないかなって。これはまあギフトショップじゃないうちの弱さ、うん、っていうのはやっぱりこの雨で露骨に出たかなっていうのはあるんよね。絶対ここっていうそのお客さんの信用っていうのは正直うちにはないんじゃないかなみたいな。やけど、まあ、うちは注文もかけへんし、その負け惜しみじゃないけどその売り上げが下がって利益が上がる的な、うん、だから利益で言ったら去年と一緒なのか上がってるのかっていうのはここは定かではないけど、仕入れ的にはもう抜群にいい仕入れができたんじゃないかなって思いました。まあでも切り花で言ったらうちスタンダードって言ったらほぼマスターとかしか買ってなくて、うん、でスプレーで言ったらちょうど母の日の1週間前の金曜日、うん、まだ相場が高い時やったんやけど、うん、その時に各色でスプレーカーネーション 500-600本、うん、1週間分で買ったぐらいやから、うん、そう、それぐらいやから正直他の花が直前で安かったとか、うん、鉢植えがね本当に安かったら買うよって言ってたほんまに安くてええー、みたいな。こんな安くていいんですかみたいな、そういう相場になったから、うんうん、そこをしっかり販売できたっていうのは、でちょうど母の日が終わった頃に何鉢残っとったんやろ、全部で約100ケースぐらい鉢植え仕入れて、うん、10ケースないんじゃないかな、まあ10ケースも本当なくて、うん、でラッピングしたやつなんか本当10個ぐらいしか残らなくて、そう、でも次の日の月曜日にはほとんどもう全部完売して、逆に火曜日の鉢植えの時もう一回カーネーション買ったもんね。安すぎてあ買っちゃったみたいな。出てきてたね。出てきとった、まあ、ちょっとねだけ出てきたんやけど誰も買わんのよ。誰も買わんや。そう、誰も買わんのよ。え、いいんですかと思って買った。死んだよ。昔だとあの出てきたやつもう何かクレーム対応とかなんで、ね、あ、うんうんうん、ちょっと悪かったそうやね。うん、うん、ないもんね、今年マジで誰もあさんかったもんね。五寸の赤のカーネーションが、いや
この値段はやばいやろっていうところまで落ちたから、うん、あこれはちょっとマジで押さなあかんなと思って、うん、そこでちょっと押したわ、うん、でも綺麗に売れたからよかった。うちはな、うん、普通ねすごい振り回されてるやんか。うんうんうん、そうやんね、全然ないから、うん、今年も、うん、最初なんか前倒しやいって、うん、前に出るっていう、あったあったその情報、うん、結局最後の方が多かったんですよ。なんかねその母の日の前の火曜日、うちらで言ったら、うん、火曜日が爆発的に多かったよね、うん、土曜日になってちょっと荷物減ったけどちょっとなんか、うん、土曜日もこの値段やったら俺行っちゃうよみたいなそんな感じだったけど、直前の土曜日がちょっと荷物減ったから、うん、それでまあまあまあこんなもんでいいわって言ったら、まあ一瞬土曜日の売れ方であやばい足りひんって思ったんやけど、うん、日曜日結構なんか振ったりやんだりやったんよね、うん、うちのとこ。それでちょっとなんかああ足りるかな足りひんかな当たりたっていうような状態でまあまあうまいこと言ったかなって感じ。そうでも中にはね本当花屋さんによっては振り回されたっていう人もおるし、なんか全然なんか、うん、うまくいかんかったっていう人も中にはおると思うよ。そう人間はちょっと4年間もねこれ何年やってもわからんよね。冬場の前や言うとって結局出てきとったじゃん。出てきとった、うん、で輸入もんもなんかどうちゃらへっちゃらとか聞いてた、ね、言ってとったね出とったねマジで、うん、まあ花屋が買い控えまあ、大手がちょっと弱かったみたいなこと言ってるから、うん、そうやね。でも、うん、俺なんか去年が最速の母の日で、まあ、今年、うん、最長のこう母の日だから、ね、絶対に去年と逆になると思っとったんよ、うん、注文みんな去年はもらわれへんもらわれへんって言っとったから、うん、今年はもらえるやろうと思っとったら案外蓋開けてみたらみんななんか注文あんまもらえてないみたいな感じになってえぇ、ー、みたいな直前までなんかあんまり、うん、芳しくないとか言ってなんかこうゴールデンウィーク注文もらえんかとかえ今からなのえみんないつから注文するのみたいな空気感があって終わったらまあまあ普通に終わったって感じ、うん、結構あれ静かすぎそう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 だよね。母の日直前のこの1週間が意外とみんなが弱くてひよったんよね。弱かった。だからゴールデンウィークは逆になんかバタバタしたいのね、売れて。そうやね、うん、あの坂とかそう、そこが結構爆発的に売れてたもんね。意外に多かったし、うん、去年でもあれって一番短かったよ、うんうん、みんなもううわーってなってしもうて、うん、うわーって終わったけど今年すごい考える時間なくだから去年はゴールデンウィークと母の日でひっちかめっちゃかになって結果なんか1週間でうわーってなって終わったけど、今年はなんかゴールデンウィーク終わって準備万端って言った時にあれ注文がそうそうそうあれお客さんがみたいな準備しすぎてしすぎて不安になったねこれ不思議やんね。だから来年じゃどうしたらいいねっていう話やんかで来年は5月の12日が母の日やから、うんまあ、言うても長いから今年に結構似たり寄ったりになってくるんちゃうかなと思うんやけど、仕入れで言ったら今年はやっぱり5月1週目2週目で6回仕入れがあったのが、まあ、来年は5回になるし、まあ、似たような動きになるんじゃないかなってちょっと思うんやけど、うんまあ、でもおりちゃんのところはちょっと珍しいアジサイとか今年置いたんじゃない。だよあれ万華鏡とか注文入れな入れん、うん、そうやね、うん、多めに入れるやん。去年、うん、去年は半分に削られてる。あ、注文したけど半分に削られてる。そうそうそう、うんうん、そんなもんやねん。うん、今年も満額来てな、うん、全員品種が、うん、残った。あー、そう、でも、うん、最後は自分で育てれるか。あ最後は見たい。万華鏡は結局ブルーとピンクがあるってこと。そうそうそう、ピンクで、他なんか違う星集めかなんか。星集めに、うん、赤ネギも。あー、あれ綺麗よね。綺麗ね、あれわかる、うん、あれ好きな人多いんちゃうかなと思う、うん、かっちりキュッと締まったやつでしょ。で、あの甘くれすぎが嫌やから、うん、隠しとったなあれね、うちんところはアジサイがね結構爆発的に人気あったんよね、うん、でよっしゃーと思って母の日前に仕入れたアジサイは、うん、そんなになんかみんなの食いつきは良くなかった、うんうんうん、逆にあのゴールデンウィークとかの方がみんなアジサイ食いついてた、うん、で逆にアンスとかそっち側の方がうちは人気あったかなって感じ。ああ、買いやすいもんね。そう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 、うん、だからそのあたりとあとやっぱカーネーションよね。カーネーションもあの大
だいぶ飛ぶついてたよな。うん、一度からも予定は変わってきて、おお、あの一回で何回もかけてきてほらもうかわいそうすぎてなんか買ってたら、うん、まあ、カネーションもちょっと買いすぎやったから残ってた。ああ、うん、まあ自分のところにキャパってこのぐらいやなって言って、まあ、再確認できた。あいやでもそう思ってて来年同じだけ買うやんか、それ以上に売れたりするとあもっといるんかなとかなるんよね、こういうのって。頭悪いなと思うねでこれねマジで難しいんよ。でこれ見てる人もね多分ね分かるって言ってると思うんよ。売り切りは嫌やね、こう最後までこう商品があって、うん、来たお客さんが、まあ、売れ残りを買ってるっていう商品を出したくないから、あ常にこう満タン、次の日はおっしゃらないけど、うん、その日はまあちゃんと選べるっていう人やから、うんうんうん、ただ買って多すぎたな。あそういう時って残ったやつって例えばおりちゃんとこに値下げとかってあんのかしら、うん、おもう低価、あー前交代したら気分悪いやん。そうやんね、自分もそうやから、うん、下げあった昨日と違う。ああそう言ってもう処分する。あそうなんやね、うん、あでもみんな絶対値下げしてでも売った方がいいっていう思いと、いや値下げはしたくないっていう人も中にはおると思うけど、うん、おりちゃんは値下げしない派やから、うん、それはまたねギフトショップのなんか良さじゃないけど、ギフトショップイコール値下げしないみたいな、うん、その定義ってあると思うんよ、うん、そうだからおりちゃんとこは典型的なそのパターンやね、うん、値下げするぐらいだったら処分して新しいのを送るみたいな。あーでもいいこと聞けたいやちょうど今8月集めとったら、これおりちゃんの車やと思うけどなって思いながらおりちゃんに会ったらちょっと動画撮ろうって思っとったんよ。よかった、久しぶりよね。久しぶり、まだもう行けてない。4月の後半ぐらいからちょっとおりちゃんねバタバタするっていう感じだったから、うん、うん、来週もちょっと行かれんか、再来週には行けるかな。あ本当に、うん、うんうん、了解了解、うん、まあ、ということで、あまあおりちゃんと母の日のこう結果発表ということでありがとうございました。またねー。